石板があったわ。この部分のも。どうしたの？どうやらこれは文字ではなく記号のようね。塔に戻って調べてみましょう。よし、ワッフルドにも。どう、ロビン。やはり記号が謎を解く鍵。組み合わせと反復、等間隔のこれは。聞いてくれロビンちゃん、このマークは子羊のパテを表現して、ズバリこいつは子羊のテリーヌの。ありがとう、サンジらしい意見ね。でも食べ物らしい文字はないのよね。羊のなんだ。そんな場合じゃないでしょ。ロビン、俺思いついたぞ。このふわふわした文字は草むらじゃねえか。つまりこれは薬草をすりつぶしたゲネ。そうか、そもそも今薬が必要なのか。そうね、ちょっとわかったと思ったんだけど。いいえ、ありがとう、一緒に考えてくれて嬉しかったわ、チョッパー。楽譜ね。一定幅での上げ下げ、反復と組み合わせ。確かにそうですね。ねえ、楽譜って何？音楽を記号にして書き表したものが楽譜です。ただ残念ですが、譜面の多くの部分が消えてますね。それじゃあ正しい。そうなんですよ。じゃあその楽譜の情報を。そうね、急いで。ブルック、すげえ。よし、その保管庫な。レディーには指一本触れさせぬ。俺の方はいつでもいいぞ。三刀流黒上大雑魔。
それにしてもこの辺は焼け落ちてねえんだな。ええ、でもここより上の階は何もかもが黒焦げになっているはずよ。だよな。今の力を試すにはうってつけだな。よし、行くぞ、お前ら。よし。みんな、保管庫はこの先よ。よし。ここなんか滑り台みたいでちょっと怖えな。よし。あった、この本ね。でも楽譜の何が書かれてんだ。古の儀式について書かれてるわ。あの天行の塔は神の息吹の祭壇。その歌を知っている者だけが神の息吹に会えた。え、神の、ええ、救いの日差しという曲が書かれ、私昔から何度も聞いているもの。楽譜なんかなくても大丈夫よ。本当か、リム。ルフィ、てこれで、あの部屋のな。どうすだ、リム。黙って聞いて、これが救いの日差しよ。
った歌ね。本当にこういう歌なの？歌は合っているはずよ。でもほら、長い間歌ってなかったから。失礼します。うまく演奏できました。ツールが現れたぞ。やったな、リム。ブルック、こんな仕掛けがあったのか。このメロディーを覚えていたリムさんのおかげですね。いいえ、あなたのおかげよ。ありがとう、ブルック。よほほほほほ、恐縮です。よし、これで先に進めるな。アディオ、待ってろよ。アディオ待って、リム。すぐに追わねえと、この塔は危険だぜ。気をつけろ。上に何かいるぞ。CP9、それもあの二人だ。動物園かよ。鳩のやつもあいつもどっちもぶっ飛ばす。メモリアで会った時より力が上がってやがる。おいおい、嘘だろ。関係ねえ、ぶっ飛ばして先に進むぞ。思い出せ。なんで俺があんな目に。ヘルメモリー。その程度だ。ピアフォース、ゴムゴムのキングコングか。乱曲ネジ白人。準備 OK だ。三刀流奥義、一大三千大戦したものだ。
ディアブルジャンブ、ポアルアフレールスペクトー、でっかい宇津木、くっ飛ぶシガン、ヒロナ、もう気は抜かねえ、この程度じゃ倒れねえ。みんな、行くわよ。ええ、トライントフルール、三刀流、ボーサンダーランス、フリップ、108ポンド、ボーシャッター、テンポー、なんだと、まいったわい、ここまで可能、俺はみんなの役に、マリモのやつには、やったー、悪くないわね、力が戻った。早くリムを追わねえと。ゲまたヤバそうな感じ。ありえない組み合わせね。どっちも俺嫌いだ。ワニもミンゴもまとめてぶっ飛ばす。ねえ、ひょっとしてこいつらも。よほほほほ、おそらく強くなっているんでしょうね。私、クロコダイルさんは初めましてですけど。どっちにしろやるしかねえ。よし、みんなやるぞ。ジャンブ、ポアルアフレールスペクトー、ビビってなんかいねえぞ。俺が万能薬になるんだ。俺に任せろ。マナーがなってねえな。よし、ヒット。反撃開始だ。いけるか。逆らうのか。怖くなんてねえぞ。待ってろ、カンフーポイント。いけるか。
りてえよ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。効かねえな。効かねえな。誰か早く止血を。アームポイント黒点ダイヤモンド。うわっ、クソ違う。その程度だ。いちちちちち。ギアゴール。スネークマン。ゴムゴムの。誰か早く止血を。待ってろ。くらえ。雲の巣が消え。クソ違う。ディアブルジャンブフランバージュシャット。その程度だ。いちちちちち。そこだ。誰か早く止血を。雲の巣が消え。その程度だ。よし、シュート。やばいかもな。まだやれる。ギアセカンド。ゴムゴムの。ゲットホーク。俺はここまで。
さすがに大岡七部会を二人同時。またなんかいるのか。麦わらの一味勢ぞろいとはね。無謀だね。全員ここで死ぬよ。貴様ら海賊は生かして解散。待て待て待て、ちょっと待てって。さすがに三大将勢揃いはねえだろうが。ほら見ろ、ロビンでさえ言葉を失ってるじゃねえか。いいから構えろ、来るぞ。またお前らか。けど俺はもうお前らには負けねえ。タイムカプセル。やばいかもな。ぶっ飛ばしてやる。おっとっと、ひどいことするじゃないの。ちょいと困ったね。きっちり型をつけるとするか。悪は根絶やしにせんとの。大噴火。やるな。おいお前、おろしちまうぞ。俺に任せろ。マナーがなってねえの。怖くなんてねえぞ。あんたらも運が悪いね。アイスタイムカプセル。やばいかもな。思い出せ。なんで俺があんな目に。メモリーズ。その程度だ。こいつ強えな。だっ、たったった。腕が鳴るよ。切りがいがありそうだ。三刀流奥義。一大三千大戦世界。力が入ん、はい、ねえ。ギャッフォース。ゴムゴムのちょいと困ったね。天の村雲。俺は諦めねえぞ。言ってなんかいねえぞ。
あんたらも運が悪いね。おいお前、おろしちまうぞ。さらよ。ありがとう、サンジ。まだまだじゃ。聞かねえな。俺の方はいつでもいいぞ。一刀流いよい。し、しし、そんそん。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。あんたらも運が悪いね。アイスブロックパルチザン。やばいかもな。おいお前、おろしちまうぞ。おりゃ、なるんじゃねえ。その程度だ。みんな、いっぺんに行くぞ。君、厄介そうだね。きっちり型をつけるとするか。刀のために引ける。まだじゃ、まだ終わらん。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。北帝ハルメ。ここは任せてもらおうか。いけるか。ギアフォール。スネークマン。ゴムゴムの。今行く。マナーがなってねえよ。おっとっと。よし、行くか。三刀流奥義。一大三千大戦の世界。ひどいことするじゃないの。思い出せ。三次級。なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ。背中の傷は剣士と同じだ。なんてねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。おら、まだかなってねえぞ。おいおい、マジか。アイスレッジ。やばいかもな。これくらいで弱音吐いてちゃわけねえな。くそ、やべえな。おっとっと。
俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。これだ。ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。これはなんとも。まだやれる。ギアセカンド。ゴムゴムの。やべえな。そこだ。くらえ。あらら、こりゃ、まいった。怪物と呼ばれようと、今なら納得の。私の予報は100、成長を実感できる。スーパー。この力だ。助かった。キューブのデータは完全じゃないと、そのままの強さを再現できなかったのね。勝ちは勝ちでしょ。懲りない奴らだ。ハハハ、会いたかった。好きなだけ暴れるがいい。俺はお前を止めやしないさ。ただお前の主人が誰かはっきりさせる必要はあるさ。ハハハ。俺のコテコテにはこんな技もある。アジェンテ、こいつでギュッと握るとな。俺のコテコテの能力は船だろうが兵器だろうが操縦桿さえあれば何でも操れる。これは賭けだ。俺の命と魂を賭けだ。もちろん負ける気はねえ。さあおとなしく俺に従いやがれ。どうだ神の息吹、こんな巨大兵器を本当に操れるか一か八かだった。だが俺はやり遂げた。俺は賭けに勝ったんだ。さあここからだ。俺は世界を作り直す。この力を使ってな。答えて見やがれ神の息吹。誰が主人だ。全てワフルドからの気象兵器による攻撃と思われます。
この威力がゆえのバサーコールか。後方より援軍が到着します。いかがいたしますか。陣形を広げろ。4隻で挟み撃ちだ。敵に的を絞らせるだ。この任務はバッサーコールである。巨大兵器の破壊が確認されるまで攻撃の手を緩めるな。何隻でも来いよ。時間ならある。最後まで付き合うぜ。アディオ。お前か。これはどういうこと。嵐の結界を消して仲間を迎えるために神の息吹を止める必要があったのではないの。どうしてこんな。そうだな、リム。お前には話しておくぜ。こいつは大切なことだからな。リム。ありがとな。お前の役目はここまでだ。リム！リムの能力は俺にとっちゃ危険なものだったのさ。俺の力もキューブにされて奪い取られたんじゃたまらねえからな。これで俺を邪魔するものはなくなった。リムは、お前が仲間を呼び寄せるのを助けようとしてたんだぞ。友達じゃねえのか、お前。リムが友達だと。くだらねえことを言うなよ。まあ、あいつは俺にとっちゃ都合のいい道具だったさ。神の息吹は雨、雷、吹雪、あらゆる気象を自在に操ることができる。お前が電気を受け付けない体だとしても鋭利な氷をまとった雷ならば防げねえだろう。おいおい、面倒をかけるなよ。逃げ出すなら見逃してやろうと思ってたんだぜ。本当さ。わかったか。俺のコテコテで掴んだものはこの通り俺の思うがままに操れる。だと。こんな化け物じみた古代兵器すら従順なもんだ。こんなでけえ兵器すら自在に操るか。厄介な能力だな。お前の刀と同じだ。これも俺の力さ。お前、この俺を助けてくれた時にそのコテコテの力は守るための力だって言ってたじゃねえか。そいつは誤解だぜ、ウソップ。お前らを守るだなんて言ってねえ。俺のこの手が守るのは俺の夢だけだ。なんて一撃だ。骨の髄まで痺れちゃいました。思い出の旅はご苦労だったな。コテコテの身の能力でリムを操り、お前たちの力を奪った。リムは衰弱しちまったが、全ては俺の想定通り進んだってわけだ。メモリアに行くたびにリムが弱っていった。あなたの能力の影響だったのね。そうだな。コテコテの技はリムには負担だったよ。リムは何も気づいてねえだろうかな。
先客があってな、お前たちは後にしてやる。追ってくるなら容赦はしねえぜ。待て、アディオ。ルフィー、リムが息を吹き返した。リム、しっかりしろ。リム、アディオは悪くないの。私と同じ、寂しかっただけ、仲間が欲しかっただけ。このままだとアディオはずっと一人。ルフィ、アディオを助けてあげて。リム、おい、なんだよこれ。キューブになってしまったわ。これってどういうことなの？考えられるのは一つだけね。リムもキューブによって作られた存在だったということよ。嘘だろ。ありえるのかそんなこと。そもそも作られた存在って分かんねえことが多すぎるぞ。誰が、なぜ、どうやって。キューブは自然のものではない。リムが言っていたことよ。ならば誰かリムを作り出した人がいる。だがよ、この島にはリムの他にアディオしかいねえぜ。アディオに聞くしかねえな。待ってろよリム、絶対に元に戻してやる。みんなアディオの後を追うぞ。アディオを追うぞ。アディオは南の浜辺の方に。